で、メタトロンは？エネミーではありません。今は分け合って一緒にいますが、メタトロンは本来僕たち。ブレインバーストのとある。なるほど、かなり高レベルの AI。 当然です、お前たちよりもはるか高次元の存在な。じゃあさ、メタトロン、この世界に。今はまだ調査中です。そうだな、今の段階ではまだ俺たちが足で探した方が分かることも多いだろう。そうは言ってもデイモンが正常に動いてないし、行け。シリカ、どうした？私、今日り途中ではぐれちゃった。はい、ね、突然空間に障壁みたいなものが。ひょっとしたら二人とも。そんな様子もなかった。二人はきっと障壁。天衣門で行ける場所が減ったことや。じゃあさ、その障壁。ああ、そうしよう。これじゃあこの障壁は壊せない。抜け道もない。町にも戻れないと。くれでも絶対に鬼だ。それは私も同意見だわ。あのキリトがおとなしくなんだか目に浮かぶよね。まあでも行ける場所に制限がかかるだけならまだ警備のエラー。この変わり始めた不思議な空の色ね。綺麗だけ天変地異が起こり、美しい黒曜おそらくこれで終わりとはならないでしょ。何が始まる。さあねだから私たちはさあもう少し。はい、加減はしないよ。これで決めるよ。変わったモンスターが混ざってるわね。はい、他のやつと似てますがパラメータが強化されてるみたいです。今までいなかったタイプですね。今回の異常事態の影響かしら。気になるわね。もう少し調べてみましょう。
加減はしないよ。これで決めるよ。はしないよ。
当のようね。妖精が急いでこっちに向かって。逆に私にはそれが。どうしたの？なんか見たこともない機械の絶対に敵だと思って、片方が空から、まるでナパームって。とにかくあんただ。気になるわね。見えました。ええ、確かに。どうします？どう見ても妖精アバター。向こうは臨戦態勢。キャー決めるまで。あらあら、攻撃してくるなんてひどい妖精さんだわ。メガネビラス4ゲート、7ゲート、スカイレーカーとアーダーメイデンの実力思い知らせてやるのです。飛んで火にいる夏の虫とはあなたのことなのです。すっごい夢の精度もさることながら立ち振る舞いが綺麗で、武術に通じる動きの流動さ。の援護をするわよ。いや、雑魚はこちらに任せるのです。あなたたち、今はあの虫型エネミーの討伐を優先するのです。オッケー、分かったよ。手加減はしないよ。もっといけ。任せて。手加減はしないよ。手加減はしないよ。任せて。どういう風の吹き流しかしら。あなたたちが悪い妖精さんではないようですから、あの虫さんを倒して、その後で少しお話ししましょう。気分？こっちもそれを考えて。今の凶悪な敵を倒せないとアップデミスじゃない。さて、え、そうね、ここを解除して。の、わぁ、クーネ。うい、うい、こちらを理解し、ここは加速世界ではなさそうだし、リア、そう、これは、は、べ、別にその格好は。まあまあ、私はフーコ、そしてこの子はウリファ。ぶっ、向こうが武装解除してくれたのなら。そうです。
これでお互い腹を割って。そうね。どうして突然障壁、誰かがフラグ。まあそう考えるのが適切だよな。どうしたの？あ、皆さん。あ、先輩、師匠と死ぬ。ああ、二人とも。あ、本当なのです。フーコ、あなたたち本当にひどいわ。そうなのです。メッセージだけ残して先に出かけるの。すまない。で、ちゃんと連れてきてますよ。私が一人ずつ抱えて飛んで。ただみんなチリチリになってしまう。お兄ちゃん、これどとりあえず町に戻ろうぜ。人の名前が何し。そうね、あの人たち本来のネトゲマナーだと考えられ。その辺の常識も時間が。そういう意味ではアスナは時代を先取りして。私って一体。